皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。今日はね、一緒にやってみたシリーズですね、腹筋100回、20回5セット一緒にね、やっていけたらいいかなと思っております。それではやっていきましょう。で、まあ床にね、こう寝そべってやるんですけど、結構ね、ちょっとこの辺お尻であったり背中の方がね、こう接触しますんで、できればね、こういう、まあこういうマットとかがあればね、敷いていただくだけでね、こう痛みがね、緩和されますんで、もしね、ご自宅にあるようでしたらね、こういうシートを敷いていただければと思います。それでは行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、さあ頑張りましょう。皆さんしんどいですね。8、9、10、1セット目多いです。あで、ちょっとインターバルね、しっかり1分から2分間ぐらいしっかりとってね、次のセットに集中できればいいかなと思います。しっかり今休んでください。それではね、次20回2セット目いきたいと思います。でね、無理に20回行こうとせずにね、行けるところまででいいんでね、ぜひご一緒にお付き合いいただければと思います。それでは行きましょう。皆さんセットして行きましょう。1、しっかりおへそ見る感じでね、行きましょう。
はい、皆さん次ね3セット目に行きたいと思います。皆さんちょっとしんどいと思うんですけど、一緒に頑張っていきましょう。それでは3セット目20回行きたいと思います。行きましょうか。はい、1、しっかりおへそ見るような感じで、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、あと5回、5、6、7、8、9、ラスト10。ああやばい。ああ。それでは皆さん、4セット目ですね。20回いきたいと思います。それではいきましょう。よし。それではいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、あ、頑張りましょう。4、5、あと5回、6、7、8、9、10。あ、これでも毎日これがねできたら多分ね腹筋割れると思います。ちょっとねしんどいですけどね、あと20回頑張りましょう。それでは皆さん、
5セット目ですね。最後20回頑張っていきたいと思います。でもね、ここまでね80回やってるんでかなりもう疲労してると思うんですけど、まあ、ちょっとね無理にこう上げようとしたりしてね、こう腰とか弱しちゃったりしてもいけないんでね、あんまりね無理はせずにね、いけるとこまででいいんでね、しっかりとねやっていきたいと思います。それではね、最後20回頑張りましょう。1、2、しっかりおへそを見るイメージで、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、ああしんどいですけど頑張りましょう。4、5、6、7、8、あと2回、9、ラスト10、よいしょ。5セット20回ね、合計100回腹筋お疲れ様です。で、もしねこれが簡単だっていう方は、もうこのね組んだ手のところに重り持ってもらったら、例えば家とかでしたらねペットボトルでもいいんですし、ダンベルとかでもいいんでね、ここに抱えてあげることだけでねかなり負荷も増やせますんで、そういった感じでね負荷を増やしてもらえばいいかと思います。で、逆にね100回できなかったっていう方は、例えば今20回やりましたけど10回を5セットやりましょう。で、それでもちょっとね厳しいかなっていう方は、もう10回3セットとかでもいいんで、ご自身のね体に合わせてね少しずつね調整していけばいいだけの話なんで、例えば10回3セットができれば次ね10回4セットで出すみたいな感じで、少しずつでいいんでトレーニングね続けていただければね、必ずね成長すると思いますんで、ご自身のね体に合わせて少しずつトレーニングねしていただければいいかなと思います。でね、コメント欄の方にねぜひね今日やったとか何回やりましたとかね、ぜひねいろいろコメントをいただければね、すごく励みになりますんでね、コメントの方もよろしくお願いいたします。もしねこれを継続して続けることができれば、割れた腹筋がね手に入るんじゃないかなと思いました。ご自宅でねやる気がね起きないなっていう時はね、この動画見ながらね一緒にね僕と腹筋しましょう。それではね、今日のねこういう動画がね良かったっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ぜひね継続的に続けてね、バキバキのね腹筋手に入れましょう。それではね、また次のトレーニング動画でお会いいたしましょう。さよなら。